はい、どうも、ピクスイオスです。今回はですね、日産自動車のパトカーのトミカ、こちら紹介していきたいと思います。まずは67番、日産キャブオール自己処理車、こちら開封していきましょう。黒箱のトミカで、スケールは68分の1ですね。裏こんな風になってますね。オープニングルーフ、スーパースピード、サスペンションのアクションがありますね。開けていきましょう。こちらですね。では後ほどね、詳細見ていきたいと思います。続いてね、日産 Y30 セドリックのパトカーですね。スケールは65分の1で、スーパースピード、サスペンション、そしてドア開閉のアクションがあります。後ろこんな風になってますね。初見表がここに入ってますね。ちょっと輪ゴムの跡がありますね。開けていきましょう。こちらですね。そして最後ですね。トミカくじの日産セドリック捜査用パトロールカーですね。開けていきましょう。こちらですね。ではまずはね、こちらのキャブオールから紹介していきましょう。このトミカはですね、1973年8月から1978年の4月まで発売されていたトミカになります。これのモデルは日産2代目のキャブオールになります。このトミカはサスペンションのアクションと、このようにルーフが開くアクションがありますね。このパトカーはですね、ステレオカメラ車という車両で、事故現場の立体写真を撮影する車ですね。現在の警察ではね、日産キャラバンなどが採用されてますね。車内にですね、ステレオカメラがありまして、このルーフを開けることで、そのステレオカメラを外に出して撮影するというシステムになってますね。フロントはこんな風になってますね。リアはこんな感じですね。まあ、このトミカね、5年ほど販売されてたみたいですけどもね、あんまり売ってんの見かけないですね。まあ、トミカではほぼ唯一のステレオカメラ車なんでね、ちょっと貴重ですよね。まあ、車内はね、普通のバンですけどもね。ナンバープレートにはね、キャブオールという字が入ってますね。日産のロゴもね、旧ロゴですよね。日産のね、C80 トラックにもね、このエンブレムがついてた気がします。このトミカね、ルーフをこうちゃんと開けたらね、こう穴が開いてるのがいいですよね。なんかトミカだとね、こう開けたら普通に屋根がありましたっていうのもありえなくないんでね。裏こんな風になってますね。メイドインジャパン1975。まあ今じゃもうこのキャブオール自体もそもそも見かけませんよね。ちなみにこのステレオカメラ車なんですけども、実際に警察にこのキャブオールの事故処理車が入ってたかちょっとわかんないんですよね。もう昔すぎちゃってそのデータも出てこないんで、もし知ってる方いたらね、教えてください。続いてね、日産 Y30 セドリックのパトカーですね。実際に警察でもね、Y30 セドリックのパトカー採用されてましたね。警察に採用されてたのはね、ハードトップではなくセダンですね。この車はね、まあ見ての通りハードトップなんでね。さすがにハードトップのパトカーは採用されてないだろうっていう気がしますけどもね。以前ね、緊急車両セットでね、紹介しましたね。屋根上には角型のバータイプの赤色灯がついてますね。で、ボンネットには旭日照がシールで再現されてますね。ドア開閉とサスペンションのアクションがついてますね。警視庁の表記もね、旧字体で白文字ですね。後ろは黒文字ですけどもね。ナンバープレートは9759となってますね。なんで9759なんでしょうね。このトミカね、58番でセドリックのパトカーやってましたけども、その後ね、こちらの Y31 セドリックのパトカーも58番。まあ、セドリックからセドリックに変わった感じになりますね。こう、ライトパーツなんかはメッキでできててかっこいいですよね。この Y30 セドリックのね、パトカーのバリエーションってあんまり多くないんですよね。ギフトセットで道路コーナーのパトカー仕様がありましたけどもね。あれはさすがにこう、簡単には入手できないですね。このトミカはね、1984年5月から1988年3月まで発売されました。実車の Y30 は1983年に発売され、前回トミカリミテッドヴィンテージの動画でもね、紹介したんですけども、グロリアバン、これが兵庫にありまして、セドリックバンの事故処理車が昔静岡県警にあったんですけどもね、ちょっと取ることはなかったですね、それは。Y30 セドリックのセダンパとかもね、ちょっと見てみたかったですね。まあね、キャブオールの時にはね、円筒形の赤色灯ですけどもね、この Y30 セドリックではね、3公式赤色灯、バータイプの赤色灯になってますね。
先ほど言ったね、Y さん1セドリックの方もね、日本製時代はこの角型のバータイプでしたが、中国製になると丸型のバータイプに変わりましたね。まあ Y さん丸はともかくとしてね、Y さん1のセドリックはどちらかというとね、丸型の方が似合ってる気がしますね。そして最後ですね、2004年3月に発売された富角寺5。これはですね、箱にあるんですけどもね、トヨタ、日産のトミカ20種類ということでね、その中でもね、日産車はね、覆面パトカーが多かったイメージですね。残念ながらね、430セドリックのトミカはね、通常品でパトカーになることはありませんでしたね。タクシーと普通のセダンのバリエーションのみでしたね。トミーがね、当時公式で出した430セドリックのパトカーはおそらくこれが初めてじゃないかなと思います。しかしこれね、まるでね、特装最前線とかね、アフリカの港7号をね、彷彿させますよね。これ、担当者の中にマニアがいたんじゃないかなっていう気がしますね。まあ見ていきましょう。サスペンションのアクションと左右ドア開閉のアクションがついてますね。車内はこうグレーの内装となってますね。なかなかかっこいいですね。テールライトはクリアパーツを使ってて大変かっこいいですね。で、フロントもね、ライトとかはね、メッキパーツとなってますがね、ちょっと見にくいですけどね、ウインカーのとこね、これクリアパーツですね。この角のとこにね、クリアパーツを使ってるのすごいですよね。ナンバープレートは 280E と書かれてますね。トミカ的に言うと、こっちの Y30 のパトカーの方が先で、トミカくじのこの覆面パトカーの方が後になっちゃうんですよね。Y30 は裏こんな風になってますね。で、430セドリックの裏はこんな風になってますね。ちゃんとセダンですからね。こう、西部警察とかもね、一番面白かったのはこの黒パトがね、活躍した時代だってたまに言われますよね。西部警察はこう、なんかマシン RS とかね、スーパーマシンが出てきて面白くなくなったって言いますからね。実際僕自身もそう思いますね。見ててやっぱ黒パトの方がやっぱいいなっていう気がします。もちろんマシン RS とかね、かっこいいんですけどもね。面白いかって言われるとちょっと微妙な気がしてきますね。ちゃんとね、リアのこんなところにね、セドリックっていうね、ロゴが再現されてますね。エンブレム？どっちだったかな？で、ドアハンドルもね、シルバーで塗装されてますね。めちゃくちゃかっこいいですね。赤色灯はね、このマグネット式赤色灯が運転席側に配置されてますね。トミカではね、430セドリックね、すごいよくできてるんですが、残念ながらバリエーションがね、少ないんですよね。個人的にはね、430セドリックのトーコレンカラーのタクシー、あれ特注トミカなんですけどもね、ちょっと欲しいですね、あれは。はい、というわけでね、今回はこちらの3台紹介させていただきました。全部ね、かなり古い、キャブオールが特に古いんですけどもね、これキャブオールの箱をよく見るとですね、リアにもね、ちゃんと赤色灯あるんですね。トミカではね、前にしかないですけども。まあ、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。